こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ、今回はモモトーク進めていきましょう。アイリーからいきましょうか。いや違う、こっちだ。メッセージが92もある。すごい。エロい。私の分も買っていただいてありがとうございます、先生。データやね。
応援。歌派。このロボット、アイボかな、アイボかな。歌派の絆ストーリー。エンジニア部です、歌派は。この犬、すごいな。多分時計の確認、軸の数が大事だからな。解剖しそう。さあどうする。やっぱり嫁おっと思った。ダメだ、最初から戻ったみたいだよな。はあ、先生ごめん、もうちょっと寝る。なんだろう、雨降るのかな。どんどん、
これはちょっと寒冷地を湧くか、ハルナにするか、セナかな。あ、微妙だな。よーし、オッケー。私これでもっと強くなった。きっと背も伸びたよね。季節がつくんだ。トークの続きです。マリー行ってみましょう。でかい。お、アニメーション。このように静かな場所はお祈りにぴったりです。祈っているはずの私の心もまるで現れていくようで、先生がこれまで積み上げてきた道、そしてこれから選ばれる道、そこにどうかできるだけ多くの平和と幸せがありますように。え、自分のことも祈らないのですか？それは、いえ、大丈夫なんです。先生が幸せでしたら私も幸せですので、つまりこれは私たちのための祈りなのかもしれません。
うん、星野頑張れはよあまり良くないらしい。いきましょう。大変だ。これからみたいですね。さあ花子行ってみましょう。倉庫じゃない。アトリエ？嘘だろ。なんで？
しずこ行ってみましょう。我慢できません。何が我慢できないのか。なんだろう。怒ってる。おお、そうなんだ。なるほど。さて、犬？
なるほど。すごいな。かよこ。ピザソーディーだ。あるか？結構やばそうだ。渡したいもの。全然そう思ってないくせに。選択肢がこれしかないからな。まああるよね。許さん許さん許さん、植木鉢ごと消すな。これぺちゃ、さすがに あるかも。え？なんか消えた。
歌は続きですね。いる？違う。お？もう汗が。どれどれ。ふん、軸周りが緩くなっているな。ということはベアリングが。うん、もしかしたら部品の交換が必要かもしれないね。先生、これは見ていて面白いかい？先生がいいのであれば別に構わないのだけど。多少なりとも危険が伴うからあっちの方で座りながら見るのをおすすめすれば。うん、この辺りは鋭利な鉄くずがあちこちに散らばるし、油の匂いもひどいし。確かに。それに顔が汗とすすだらけになるから。いや、なんでもない。今のは忘れてくれ。なるほど、思った通り。潤滑油が足りなくてベアリング部分が摩耗しているみたいだ。そっちにあるスパナー取ってくれるかい？あ、すまない。今のはそのいつもの癖でつい。とはいえやはり隣で誰かが手伝ってくれた方が効率的だし、気分も高揚することは否定できなさそうだ。先生も顔がすすだらけになってしまうだろうけど、手伝ってくれるかい？あっさりと終えられましたね。さすがです。今日のお仕事はこれでおしまいですね。お疲れ。はあ、先生ごめん。もうちょっと寝る。先生、うん？
ちしておりましたよ。これ屋内線だよな。うん、リブキも手伝うよ。行きましょう。さあ、行くぞ。まずバフして、誰もそこからは逃れられない。ウタハを、これでもう大丈夫。これ結構ダメージ与えないんじゃないの。けどもう一回、あんまり全然効いてない。勝った。まあ当たり前の結果だ。神妙のかけら、バックなんだよな。バックは別の人に使いたい。これなんだ？トーテムポールを破片。暇だなぁ。いつから来てまし、私どうしてここまで。 EX スキルはどんどん上げていきましょう。どうやってやるんだっけ。ご飯はちゃんと食べてますか。何か作りましょうか。先生、卵は半熟のままがいいですか。サニーサイドアップ、それとも卵焼き。いろいろあるんだ。でもまあこれしかないからな。お疲れ様です。温かい食事をご用意しましたけど。
疲れ様です。温かい食事をご用意。おはよう、先生。え？朝じゃない？別にいいでしょ。ここか。早速マリーを入れて。やっぱりセリナかな。やっぱりいいな。最高すぎるだろう。めちゃくちゃ癒される。では、オートークの続きです。ユウカのキザーストーリー。これロールシャッハ今度はなんだ、しずこ。
大丈夫か。お、医務室。下はやばい。なんだろう、気になる。誰かいる？ネズミだ。はい。え、そう。おー。マリー行ってみよう。体調崩したんだ、マリー。
さっきとしずこと同じ部屋？どうやし？なんだろう？ちょっと待て、なぜそんな行動に。やばすぎるだろうこの先生。そうだの。かわいい。飲み行きましょう。恩返し、何の恩返しかな。
冬さん。すごいものすごいショッピングをした。厳しいんだな。持ってきた。なんだろう。え？え？マジかよ。さあ、耳掃除の時間ですよ。おとなしくしてくださいね、先生。もぞもぞしちゃダメです。今からこれが入るんですからね。これが入る。ちょっと怖い。くすぐったかったら言ってくださいね。うんうん、いいかね。よしよし。考えてみるとこれちょっと恥ずかしいんです。これは先生だけへのサービスですから、二人だけの秘密ですよ。ん？そうやって横になったら先生の背中しか見えないので、そうしちゃうと鼻息が、ダメです。先生ちゃんと横になっててください。行きましょう。
危ない危ない。ペトロ、これは爆弾？なんだそれ。息吹行こう。
うん、そうだ。じゃあ椿行ってみましょう。寝ることが修行か。なんだろう。うん。さっきのあの落書きと通じてんのかな？寝てる。ミカ行ってみよう。
うん。なんでそんなことになったんだろう。
トナーカードを出す。大人のカードを支払う、これだよな。もうこれです。先生ナイス。言うほど悪い人間じゃないのかも、ナミカは。なんか事情があるのかも。まだストーリー見てないけど、なんだろう。おお、すごい。なぜそうなるんだ。懐石料理とは。ワンモノ、うん。そうめんスープ？どうなる？
ふまたうめえ棒か。やばいな。最後にでは風花行ってみましょう。さすが風花。
はい、ということで甘くて美味しいです。いいですね。カフェではなく外で食べるアイスクリームってすごく久しぶりな気がします。それに先生と一緒ですし。はい、ということで、今回モモトークを中心にやっていきました。まだまだあるんで、いずれはまたやっていきたいと思います。次回からメインストーリー、またパバーヌの方す、ボル2のパバーヌの方を進めていこうと思いますので、見てください。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。旧ツイッターである X のアカウントぜひフォロー、リポスト、いいねお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。